本日の動画はですね、で本来はね、ポロのね、くじで今年最後のくじ系動画でねしようと思ったんですが、リクエストでね、ポケモンの一番くじが、見たいというのがありまして、まあ、5回だけ引いてまいりましたので、まあ、そちらの結果の方を、見ていきたいなと思います。まあ、まず、一つ目がですね、はい、こちらですね。はい、ハンドタオルです。ハンドタオルが、一つだけ当たりまして、こちらを選んできましたね。まあ、普通に可愛いんだよね、ハンドタオルも。全然ポケモンだし。映っているのが、ガラルポニータ、ピカチュウ、デデンネ、こちらもイーブイと可愛いですね。で、ハンドタオルが、以上です。で、はい、続いて、はい、メタル。チャームが、2つ当たったので、こちらの方ちょっと開封していきたいなと思います。あ、出たよ、この1、出たよ、この1番くじの。また開けづらい。ね、箱。これ、毎度おなじみですかね、これ。この箱ね。1番くじだ。ここでいいのか、せーの。おい。お、ゴラルポディータだ。袋の感じがちょっと違かったからどう持てばいいのか分かんなかったけど、まあ普通にあれでよかったのか。はい、ごめん、とりえずライン、ここら辺か。はい、ガラルボニータですね。よかったね、もう一つあるんで、まだ、もう一つあるんで、じゃあこっちのホームに回復してね、見ていきましょうや。はい、2個目は、よいしょ、はい、デデンネですね。はい、1個目は、デデンネでしたということで、はい、メタルチャームが以上です。でね、ここでね、もうみんな思ったでしょ、次どうせあれなんかケース入れみたいなやつでしょ、あの皿でしょって思ったかもしれませんがね、なんと、残り2つ上位賞です。はい、上位賞5回中2つ、上位賞を引いてまいりました。つまり神引きです。神引きです。はい。じゃあ、一個だけ。あ、まず一つ目か。一つ目行きましょうか。だって、上位賞って結構でかいからな。ウェブカメラ入るかな？とりあえず入る分だけ、映しますね。はい、1個目、こちら。はい。はい、D 賞の、ピカチュウのブランケットです。はい、ブランケット、当てましたね、俺。まさにびっくりしたわ。上位賞2つ来てるからね、びっくりしたもん。ほんとに。はい、1個目が、ピカチュウのブランケット。この時期ね、ちょうどいい。この時期めっちゃちょうどいいからね。ピカチュウのブランケット、マジで。こういうの絶対子供とか絶対喜ぶからね、まあ、いいよね。まあ、かわいいし。さて、上位賞はあと1つ。ね。見せます。これも結構でかいんだよね。はい。せーの。よいしょ。あ、ちょ、でかすぎる。ちょ、待って、でかすぎるぞ。はい。上位賞、ラスト。はい。ポッチャマでーす。ポッチャマのぬいぐるみ当たりました。びっくりしたわ、自分でも。ちょっとガラルポニー、できたらガラルポニーと欲しいなーって思ってて引いていったら、一回目、一発目で、ポッチャマ来てびっくりした。えってなった。俺もなんか、俺、時たまにね、なんかね、変にね、一番くじね、神引きすんのよ。時たまに。今回5回で、上位賞2つだからね、ポッチャマのぬいぐるみと、ブランケットだからね、やばいからね、これ。やばいからね、これ。普通にめっちゃ可愛いし、でけえし。はい、今回の結果、結果がね、ご覧の通り、ハンドタオル1つ、メタルチャームが2つ、で、ブランケットが1つ、で、ポッチマのぬいぐるみが、ちょっと。はい、結果はね、買い向きでしたね。で、あと、リクエストしてくださった方々、本当に、ありがとうございます。結構またいい動画になったと思うんで、もしね、また、この動画をね、初めて、見たという方がいましたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。一応このチャンネルはまあ、主にラブライブの、メインで、動画、
撮影しておりますが、こういった、他のね、まあ、アニメの動画だったり、まあ、一番くじけの動画も、撮影したり、まあ、もし、まあね、ラブライブのね、俺結構ライブ行ったりするんで、まあ、ライブの感想等をね、やっておりますので、ぜひそちら、の方もよろしくお願いいたします。概要欄に、Twitter のリンクで、ゲーム実況をメインでやっております、サブチャンのリンクがございますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは、この辺で動画を締めさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。